どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は新しいスキルの検証をやっていきましょう。私の歌、聞かせてあげる。今日検証するスキルはこれ、有頂天。空中攻撃で特殊ゲージが溜まりやすくなる。溜まる量はスキルレベルが高いほど大きくなるです。どれぐらいの効果があるんでしょうか。それでは、片栗と対マンする場所で検証していきます。まずはスキル何も入れておりません。スキルは何もなしですね。この状態で、空中コンボを1回入れてみましょうか。空中コンボではいきます。確かにこれでは船に照らしてきます。はい、全てのスキルはまあこんな感じですね。2割ぐらい溜まるのかな。何もせずに2割ぐらい溜まるっぽいです。で、これに、スキルを入れて攻撃してみましょう。では続いて、スキル有頂天のみを入れてます。有頂天レベル5ですね。これで空中コンボを入れるとどうなるでしょうか。確かにこれでは船に照らしていけない。あ、なんか結構違う気がするな。うん、なんか一番上につけてるスキルがかなり溜まってるので、これは結構効果が高いかもしれません。ちょっと編集をして見てみましょう。それでは編集しました。新スキル有頂天の効果は 1.5 倍です。 1.5 倍って結構すごいと思うんですよね。これに集中力をつけると、これスカイタイプ結構有利になるかもしれません。今まで結構不遇だったので、このスキルによって必殺技を打ちまくれて強くなる可能性はありますね。今度ちょっと試してみようと思います。効果は 1.5 倍、なかなか効果高いですよ。有頂天でした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。